九十九里鉄道、九十九里鉄道株式会社、九十九里鉄道は、千葉県東金市を拠点とするバス事業者である。小港鉄道と株を持ち合い、その保有比率から、企業規模が大きく異なるものの、同社の名目的な親会社という形になっている。一般路線バスの営業エリアは、千葉県東金市を中心に、八街市、三部市、 大網白里市、三部郡九十九里町の、京四市一町に及ぶ。また、東金の本社営業所内には、小湊鉄道東金営業所が併設され、大網駅を発着する一部路線の車両が同居する、形で、小湊席で所属している。現在は、バス専業であるが、鉄道と名乗っているのは1926年、大正15年から1961年。 昭和36年までの間、東金駅から九十九里町の上坂高井駅までを結んでいた鉄道路線1931年まで起動を有していた名残である。鉄道路線は千葉市や三部郡なる東町、現三部市への延長も計画されていたが実現せず、1961年3月1日に廃止された。その後も社名に鉄道の名を残し、バス停名には 片海に駅が冠されるなど、鉄道の名残が見られる。千葉東金道路を経由する。山田インター、三木の湯の前大3対9、三対三丁目間は、平日、下り方向の夜間2便のみ停車。千葉東金道路を経由する。2013年3月31日限りで、共同運行していた千葉フラワーバスが、道路線から撤退。翌4月1日に、 ダイヤ改正を実施、同社の単独運行となる。京成千葉中央駅での校舎扱いを廃止、また、道路線の木、終点を、八坂台1.2丁目から、東金駅西口に変更。同時に、一部便が、レイクサイドヒル地区東金駅西口経由、片海駅市終儀となった。ハスヌマウォーターガーデンの営業期間、7月中旬から9月中旬。 に限って運行される臨時の直行バスは、地域間感染系統として、国、千葉県、東金市の補助を受ける。サンピア前は平日のみ経由。サンピア前は平日のみ経由。滝台経由は、一往復のみの運転。なお、八街駅方向便は、日宿日運休。東金駅東金商業高校前引く、上府電管の区間便、一往復あり、日宿日運休。 東金市役所単独補助路線。土休日一往復のみ運転。2008年7月18日廃止。市内循環バス、市委託コミュニティバスなど一部を除き、車両のメーカーは、日産ディーゼル工業、現、ドトラックス製が多数を占め、以前は同社製車両で、ほぼ統一されていた。かつての小港鉄道と同じく、 富士重工業製車体を仮装した車両が多くなっている。富士重工業のバスボデー仮装事業撤退後に導入された車両、貸切バスや急行バス用車両では、西日本車体工業製の体を仮装している。なお、路線車については1993年を最後に自社発注車の導入を中止し、その置き換えを目的に、小港鉄道から移籍した日産ディーゼル製車両も、 存在しており、現在では小港鉄道からの移籍者が主力になっている。小港鉄道の営業所のうち、千代田営業所管内と当社管内は同じ千葉ナンバーのため、ナンバーを変更せずに使用されている車両も存在する。小港鉄道と異なり、当社のバス乗降方式は前乗り、前降り方式で交通系 IC カードは利用できないため、 遺跡者は後扉の整理券発行機を前扉に移設し IC カードリーダーを撤去する改造を行っている。以前は自社発注車小湊鉄道からの遺跡者ともに全車がツーステップ車であったが2016年に小湊鉄道から遺跡した281号車西日本車対工業製ボディの日産ディーゼルウーアが同車初のワンテップ車 2017年に西武バスから移籍した291号車、西日本車体工業製ボディの日産ディーゼルウアは、同社初のノンステップ車となっており、車両の代替とともにバリアフリー化が行われている。また、2011年になって、小港鉄道から、いすず自動車製の高速路線車、三菱不装製の貸切車、いずれも車体は、富士重工業製を仮想外積し、 長きにわたった日産ディーゼル製車両での統一が崩れ、2013年には急行バス用として、イスズエルガを、2015年には貸切車として三菱不走、エアロエース、2017年には高速車として、イスズガーラをそれぞれ新車で導入した。なお、小港鉄道の車両と異なり、同社の車両には車番がある。一般路線車については3桁の車番となっており、 自社発注者は、西暦年の下二桁個別の番号一桁、例、871、1987年導入、911、1991年導入など、小港鉄道からの遺跡者は遺跡された年の和歴、個別の番号一桁、例、211、平成21年イコール2009年遺跡、281、 平成28年イコール2016年遺跡などで表されている。高速路線車や貸切車は現在は4桁の車番となっており、導入された年の割れ個別の番号2桁、例、1601、平成16年イコール2004年導入、2501、平成25年イコール2013年導入などで表されている。平成一桁の時代に導入された車両では、 301など3桁の車番を持っていたものもあった。東金と両市町の片階を結ぶ路線として1926年11月25日に開業。全線の運賃は30銭だった。当初は九十九里軌道を名乗り、放棄場も軌道法の適用を受けた軌道だったが、1931年に地方鉄道法に適用放棄を変更し、 翌年社名も九十九里鉄道に改めた。列車はガソリンカーで運行されていた。このガソリンカーは運転席が進行方向側にしかないタン式と呼ばれるもので、東金駅と数坂高い駅にあった転車台に乗せ方向を転換する必要があった。なお、太平洋戦争後の1946年から1947年頃まで、 燃料不足や溢れる買い出し客を裁くため、蒸気機関車も併用していた。土地用鉄道の B 型コッペル5号機、1920年製、7トン、30PS、1400mm タイプを1946年、昭和21年11月に購入。1947年、昭和22年9月に、日本用沼尻鉄道、 山木道の B 型コッペル B73-3 号、1914年製、7トン、30PS、1200mm タイプを購入し、1号と解消した。夏季には、海水浴客で賑わったが、車社会が進む一方で、資金不足から鉄道施設の近代化が図れず、1961年2月28日、限りで廃止され、以後は、 バス専業になる。本鉄道は、機動車の燃料を地元産の天然ガスに改造することによって、太平洋戦争中のガソリン入手難時代を乗り切り、この時代も機動車による運行を継続することができた。本来はガソリンを燃料としていたが、沿線地域の片階付近では、地下から天然ガスが湧き出しており、戦中戦後にかけてのガソリン不足の時代を天然ガス。 等で代用していたが、天然ガスでは馬力が弱かった。1961年当時、鉄道と並行した道路、未舗装に自社の定期バスも運行され、鉄道と交互運行だった。乗客が数坂高い駅に訪ねに行くと、鉄道が先かバスが先かを案内してくれた。列車の走行速度については、機動車が有害者一両と、 客車に量を牽引した状態で、時速30キロメートルにも満たなかったという。上記の通り1961年2月28日、限りで廃止されたが、さよなら、運転等の行事や、お名残乗車の乗客が詰めかけたわけでもなく、その日の上りの最終列車に乗車した人は、ほんの数名だった。廃止時点のもの、東金駅、東金、堀上駅、 堀上げ大河特駅、加徳、荒尾駅、荒尾井から、西駅、西から、学校前駅、学校前、数坂高井駅、数坂高井駅。事業者名は営業当時のもの、廃止時点のもの、ディーゼルエンジン搭載車は皆無で、ガソリンエンジン車のみで最後まで通された。また空気ブレーキ装備は行われず、牽引機動車の手動式、ブレーキエンジンブレーキのみで減速、停止を行う。 起動車改造車を除き、ほとんどが木造車であった。廃止直後にケハ107が、沿線の片貝と木金幼稚園に寄贈されたが、幼稚園移転の際に個人が引き取り、現在は千葉県内某所にて保管している。その他の車両は、京成電鉄が、多日遊園と船橋ヘルスセンターの間に、遊覧鉄道を計画していたことから、東金駅構内にて保管。 しかし実現することなく1972年頃まで放置状態となり、後輩が進んで全て処分された。九十九里鉄道関係者の話によれば、廃車体はすべて東金駅周辺区画整理の際に粉砕され、土に埋められたという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。